これ設定画面。今設定画面。設定画面。始めましょう。謎めいたゲームを友人に送りつけ、遊んでいる模様を眺めて人類としての知見を深めていこうというこちらの企画。ちょっと久しぶりですけど。はい。ゲームタイトルお願いします。Don't Scream。うん。まあ、謎めいてると言いつつ、あのこのゲームのコンセプト的なことはさすがにちょっと分かるね、うん、まあタイトルのままですよね、うん、直訳で叫ぶなですかね、うん、マイクをつないで遊ぶゲームで、なんかね、はい、森を探検するらしいのよ、うん、で森を探検してる間叫んだらゲームオーバーになっちゃうんだって。なるほどね、うん、すげえシンプルで面白そうじゃねって思ってちょっと送ってみたんですけど、これあれだよね、ガミのマイク音声の、はい、稲葉の声は拾ってなくて、はいであれだよね、多分もう叫んでる判定になってんだよね、多分この白いラインを音量が超えちゃダメなんだろうなっていうのは分かってて、マイクちょっと変えられんのかな、やってみよっか、うん、叫ばなかったら一発でクリアだもんね、一発でクリアだね、その可能性結構あるよね。全然あると思う。早く終わりたいな。この昔のね、VHS 画質というか。うん、わっ、あ、それ動けんの？動いてんの？あ死んだんじゃないのこれ。ああうもう早いよ0秒で死んでんじゃねえか。え、なに、俺じゃないもんね。俺は関係ないもんね。うん、うん、そうだね。俺は多分 4% じゃダメだな。あ、どうだろうか。前、あれが倒れたあれかな。やっぱ 2% か。2% でいきますか。さすがになんか喋れないのきついよね。うん。わっ。ああ、動けるね。森だね。場所なんか変わった。これでよくない？18分これでよくない？ダメだろ。じゃあ探検してもらっていいですか。知見深まらないから、あの目的をお忘れ。人類の知見深めないといけないんで。お前の声にビビるね。あんま覚え出さないでもらっていい？失礼しました。なんか人死んでない？え、ほらほら。そうだ。人がなんかくくりつけられてる。のか、え、いや、それどうなってんの、見れない。え、助けたりできないの。いや、だってもうなんか頭にモザイクかかってんだよ、へ、あ、帽子かこれ。あまあ動くよね。やばいね。これなるほどね、なるほどね、うん、1993年オクトーバー31日、はい、人いなくなったで、はっ、人がいなくなったことによって驚いてしまった。 1% にしとく。それぐらいでいい。ちょっと大きい声出すともうね、うん、触れちゃうからね。1% はマックスでも超えないんじゃないか。大丈夫かな、だって 2% で大丈夫じゃん、うん、うん、ああ人いるね、この人は動くんだ。じゃあ、はあ、まあ分かってればね、うん、走ったりはできないね、うーん、ジャンプもない、てか WASD とマウスでの視点移動だけだねこれ。なるほど。まあ、とりあえず最初のね、あれは超えたいからね。ちょっと調べる。じゃあこの人いいよ、動くんだな、うん、動くよね、大丈夫ですか、あれ動かないの、うん、大丈夫か、大丈夫か、どうしたどうした、終わりか、終わりかな、終わりみたい、うーん、
マゴマゴしすぎ、向こうの方に道らしきものは見えてんだ。どこでもいいっすよ。どこでもいいならここでもいいじゃないか。え、あ、今ので超えた。俺 1% でしょ今。 1% だね。文句も言えないのか。ちょっと声を張り上げるとそれで死んじゃうのか。ちょっとそうね、ちょっと荒らげるとダメだな、うん、小声で会話せるようにしようか。せっかく1分半経ったね。うん、でも脅かされても小声でいればいいだけの話だもんね。うん、あれでしょ、このゲーム音量が一定を超えたらゲームオーバーになるだけであって、こいつらが何か危害を及ぼしてくることはないんだよねきっとね。どうですかね。なんか落ちてんね。なんだろうね。椅子？椅子だね。椅子。なんかある。飛行機が落ちた事故とかなのかな。ああ。だとしたらこんな飛行機事故の現場？飛行機っぽさない。墜落事故があったんだ。わ。ね。これエンジンじゃない。ち、え？そうでしょ、なんかバケツみたいなもん連なってるだけじゃない？バケツ？あ、エンジンだ。旅客機の墜落事故があったんかね。でもその被害者ってことかよ。あの人、我々は、ああ、うん、我々か、我々はちょっと分からんね。あの人もさ、でもああはならんやろ。あ、ほら、ああ、飛行機だ。あ、なんだ、なんかあるよ。あ、なんか光ってんね。なんだあれ。あれに行くかい。あー、ちょっと無理かも。いやいや、これだってそもそも調べる必要ある。18分経てばゴールだよね。自販機、自販機だ。なんの、ああ、え、え、え、なんで自販機が、わかんない。飛行機の中って自販機積んでるっけ。ああ、どうだろう。あんまり人生で飛行機乗ったことがさ、数えるほどしかねえからさ。あんま席立たないからな。うん、そこ席立たないんだからないよな。何起きてんのこれ。でも事故現場っぽいね、うん、これはなんだい。車輪か。これこん中見る。あ、暗くなったね。暗くなったね。暗くなったことに対しての、え、でしょ今。そうだよ。ああ、そうだけど何か。2分40秒後ぐらいに暗くなる。うん。時間で暗くなるのか。ああ、進むとか。飛行機に近づいたことによるのか。どっちか分かんないね。暗くなるの嫌だね。とりあえず飛行機までは何もないのが分かったから、ちょっと時間経過でなのか飛行機でなのかを見ようか。じゃあ違う方向に進む。ああ、それもありだね。ミニマート行ってみようぜ。ミニマート、あっちか。飛行機方面だよ。ミニマート、ファーム行ってみる。ファーム行く。会話がね、多分盛り上がると死ぬんだよ。あ、また自販機だ。自販機。あ、ちょっと待って。左左左。見なかったことにして。いやいや、大丈夫でしょ。動くだけか。これ動く、動かないよ今度。モザイクかかってる。飛行機事故の被害者なのかな。そんな、でも原型とどめないよね。そうだよね、本当の黒焦げとかさ、ね、飛行機事故だったら、うん、服とかもちゃんと残ってるし。うん、ねえ、自販機あんね。なんか時折自販機が何なんだろうな。これさっきとは違う自販機か。あ、なんか台車音は一緒だな。うん、なん読めない。お、これファームじゃね。おお、農場。うん、生きてる人いても怖いけど。
左からガサって聞こえた気がした。ファームだね。うん、え、なんか血だらけじゃね。え、あ、本当だ本当だ。なんで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 、なんかあ、暗くなってきたよ。あ、じゃあやっぱ時間で暗くなるのか。 え、なんかぶら下がってる、なんかある。あ叫んだら死ぬから。ね、出さないようにしようと思ってたって出るもんは出るの。まあそういうゲームです、ですけどね。ちょっと違うよ。もう光が違うね。あ、本当だ。コーラじゃない。ほら、コーラじゃないよ。ファンタになってるわ。微妙に変わるんだ。なんだろうね。飽きさせないための工夫。そういうのなくていいんだけどな。変化があったら毎回驚いちゃうじゃん。確かに。そうね。乱数で変わる部分あるが、そうそう、いらないんだよな乱数。ホラーゲームと乱数って一番相性悪いから。パターン化してほしいんだよ。ちょっと明るいうちにたどり着いたね。うわー、人下、人か、下も人っぽいけど何これ。死体だよ。うわうわ、いっぱいある。こんなとこに。うわ大丈夫。うわ、女性やね。謎のマーク。こんな女性じゃないかな。なんで何かあったんだよ。あのマークなんか。何かされたのかこれ。じゃあ今日かな。あ、本当だ。うわそれはね、それはしゃあない。それはしゃあないわ。この追い絶叫なんだ。ゲームの音か。ゲームの音な。お、うん、これがホーム、ホームだね。なんだいこれは。家が見えてきた。家だ。邪教の館だ。そこも襲われてんのかな、邪教に。ここはなんか思ったほど血とかはないね。車はもう、サビサビだ。廃車だけど。そういう車怖いよね。なんだなんだ。お、初めて。あ、開く、開く。あ、そんなんできんだ。アクションができるんだ。はっ！何に？何に？なんかあった？なんもないみたい。これ相性良すぎでしょ、ガミと。悪いんだよ。クリアのビジョンが見えねえんだよ今んとこ。そうだね。いや、いいんだと思うけどね、相性はね。クリアする人は一発でクリアするわけでしょこれを。そうね。まだマックス3分経ってないんだぞ。暗くならないで終わったからな。とりあえず暗くなるまではじゃあ頑張るわ。カラスがいるね。なんだよこれは。わあ、でも生きてる生物はあれだね、初めてかな。いや、あの人たちも生きてはいたのか。いや、あれで生きてないでしょ。確かにカラス生きてるっちゃ生きてるな。カラス怖いね。カラス急に来るかもしれないから気をつけて、ね、その心構えをしとくわ。うん、もう結構勇気いるな。カラス可愛いよね、間近で見ると。どっちだろうね、カラス。ハシボソとハシブトガラスがいるんだよ、日本には。でここが日本かどうかわかんねえのか。これちょっと家怖いよ。待ってるとあれだぞ、どんどん暗くなるぞ。明かりがねえんだよな。明かりアイテム。明かりをつけたのに。え、今なんでついたん。勝手についた。自然に。むしろ求めていたものじゃん。急につくとは思ってないからさ。だからこっちの操作と連動してないもんがあるともう怖いんだって。確かにね。なんかさ、ホラーって能動的じゃない何かが起きるじゃない。それが嫌なんだよ。ホラーに限らずじゃないですか。マリオだって怒るだろう。クリボー
来るでしょ前からあれホームスタンドどこだ。でもね、さすがにホームスタンドとかはね位置変わらない気もするけど。そうだよね、ちょっと向きが変わっちゃったかな俺の。おお、お、あ、なんか違うところに来たな。違うとこ来ちゃったみたい。車が事故ってる。車だ。あ、倒れてる倒れてる。いや待って待って待って、あ、本当だ。これが動く、動く、心が直した。多分動くと思う、うん、多分動くと思う。動かないね。そっか、開けられる。助けたりはできないんだもんね。何にも開けらんない。開けらんないんだ、うん、あ、ついついた。やっぱ時間でつくのか。暗いところまで来たな。でももうちょっとあれだね、マジで暗くなるね。ね、このカメラのライトしか見えるもんないのか。ちょっと登れないの、これ登れないわ。何のサイレン、暗いんだけど。何かのサイレンが聞こえるってことは人がいるっていうことだよな。里が近いってことですよ。じゃあサイレンの方に行くべきだったんじゃないのか。今離れて行ってんの。わかんないふ、白いカラス。ナイスナイスナイス。今よく耐えたね。今耐えたよ。近づいてる。なんか足音、木が倒れる音じゃない？あ、なんか光ってる？あ、自販機か、あれ。わー、すごいね。いや、でも、ちょっと落ち着いて、落ち着いて。何もしてこないんだから、こいつらは。叫ぶ以外でゲームオーバーにならないんだから、大丈夫なはず。そう、そう。大丈夫、大丈夫。うん、かなりいいペースですよね。今のところ最高記録。いいペースだね。うん。4分。まだ4分の1か。どうだ。ああそれはきつい。まっすぐ来るのはきついね。きついな、これはきついよ。あ、上に飛び立つのはね、まだ ね、 だね。まっすぐ来たらそうだね、わーってなるね。なるでしょ。でもなんか主に単発びっくりですね全部ね。そうだね、